え聞いた？シンジ君はクラスメートと仲直りしたそうだね。情報部の監視システムも随分おせっかいさんね。あまりプライベートに干渉しない方がいいわよ。作戦部課長としてパイロットの生活の管理もあなたの責任じゃない？さて、張り切って今日の仕事に入るわよ。しかし、あ、君ね。はい。準備ができたら今日の実戦訓練に入りましょう。はい。シンジはエルフを混乱させたゼロ号機暴走事件を聞いた。そして父がレイに対する異様な優しさに驚いた。息子である自分でさえこれほど優しくされていないシンジは寂しく呟いた。ぼーっとするなんて珍しいわね。ええ、上からの命令にゼロ号機の話があってね。前の暴走事件覚えてる？もちろんよ。実験段階のゼロ号機は急に中枢神経阻止を拒絶し、パルスを逆流、電源を落とすのを遅れていたらとんでもないことになってたのね。だからこそ今は機体が実験段階できちんとテストしなければね。あの日の悲劇繰り返すわけにはいかない。ええ、そういうことで準備始めていいわよ。はい。
しいマッチです。シンジは依頼を受けて新しいパスカードを例の住所に送りに行ったが、暗い部屋に驚きを感じた。誰もいない部屋でシンジは父のメガネを見つけた。思わず手に取ろうとしたが、パスカードを巻いた例が急に現れ、メガネを取り戻した。びっくりしたシンジは足を滑らせ、とっさに例のパスカードを引き下ろした。シンジは慌てて説明しようとしたが、綾波レイはただメガネを力いっぱい握って彼の話に耳を傾けることもなかった。Thank you.
なんだか寂しい街です。じゃダメだ。周りが第六使徒の戦いで打つ手がないことに緊張する中、シンジは焼かれた思いから抜け出すことができない。シンジの闘志を再び燃やせるよう、ミサトは彼をターミナルドグマにある真実を見せた。巨大な十字架に貼り付けにされている白い巨人、リリスこそサードインパクトのトリガーである。シンジは全人類の未来が彼に託されている、それが彼の使命であると伝えられた。シンジは運命の選択を疑うが、再びミサトの手を握り、もう一度僕を初号機に乗せてください。監視大将、小田原防衛線に侵入。アンノーン飛行部隊を分析完了。パターン青、使徒と確認します。やはり第六使徒か。エヴァを出撃させる。エヴァ出撃準備。エヴァ出撃準備完了。出撃。
なんだか寂しい街ですね。周りが神事の闘志を再び燃やせるよう巨大な十字架に。エヴァ。全ての技術はリツコの母親が開発したコンピューターマギから提供したもの。それはネルフ内部システムの作動に関わるだけでなく、エヴァの航続開発にも関わっている。リツコ博士はそれを使ってエヴァを正確に強化できるシステム、バーチャルシステムを開発した。ここはマギから開発されたバーチャルシミュレーションシステム。リツコさんはネルフ機…そんなことはいいよ。バーチャルシステム起動。了解。